ああ、私困ってるんだった。紬のその角は何？私が鬼だから。鬼？協力してくれるよね。じゃあヒイラギは歩きで私は車で現地集合ということで。無理だよ、絶対バレるって。二人ともお似合いだ。全然そんなんじゃ。子鬼？自分の思ってることを隠しちゃう人間から出てくるの。あれは子鬼が多く出る人間はいずれ鬼になるの。鬼になるのも近いんじゃない？何なのこれ。もう何人も食われてる。違う、話したかったのは。嘘つき。自分の気持ちを押し殺して生きることしかできない子はどの時代にもいるものよ。ヒイラギ、こっち来ちゃダメだよ。誰かに言われたからじゃない。この旅が終わったら紬のそばにいたいんだ。ヒイラギに会えてよかった。紬！映画好きでも嫌いな天の弱。